い、ということでね、皆さんどうもご無沙汰しております。西園寺でございます。今日はですね、2019年9月の9日ということでね、最長片道切符の旅、とうとう30日目に突入してしまいました。目下にはね、近鉄列車がこのようにね、かっこいいな。全部見渡せると、JR ここは京都駅、それから近鉄京都駅、新幹線京都駅と、今からですね、今日はちょっと台風、関東をね、襲っている台風15号の影響で新幹線かなり遅れておりまして、ね、今から新幹線で西明石まで向かってね、そこから在来線、またこの鳥号に乗りまして、城崎温泉に向かって、どんどん続いていって、今日のゴールは東津山駅という、そういうね、工程なんですが、はい、ということで皆さん今日もね、一日どうぞよろしくお願いいたします。ここはね、新幹線中央口、このね、東海窓口で僕はこの最長片道切符を発見してもらったんですが、そういうことは置いといて、こちらね、東京行きはね、遅れていないと、ところがこう関東から来た、こっちのね、やはり遅れてるんですね。いや、ちょっとね、これは予定がね、狂いそうでちょっと不安ですね。いやね、今日も天気にね、また恵まれましてですね、ただでさえね、蒸し暑い京都駅なんですが、見てくださいね、これ横にこう仕切りがあるんですよ。で、この仕切りによってですね、こうさらにね、こう暑さが加速されると。いや、はっきり言ってね、もう青いでも青いでもね、この青風が暑いんですよね。もう意味ないというね、そういう感じなんですけど、いやさすが、本当にね、京都はよく暑いって言われますけど、これは本当に暑いと身をもってね体感しているところなんですが、とりあえず新大阪まで行って、西明石まで新幹線で向かうと、そういうことになりそうです。キニーということでね、大阪駅久しぶりです。新大阪、いや帰ってきたよという感じで、地元にね、そういう感じなんですが、今からですね、このまあ山陽新幹線はなんとか遅れもなく、その台風の影響もなくという感じなんですが、今からね、小玉号に乗りましてですね、次の次の駅と新神戸西明石とね、2駅乗りまして、西明石までね、今向かいたいというふうに思います。外国人の方もね、新幹線に興味津々。やばい、キティちゃん、キティちゃんです。キティちゃん、うわ、かっこいい。すごいすごい。おお、やばいぞこれ。キティちゃんです。キティちゃんですよ、キティちゃん。すぐのご乗車できます。かわいいかわいい。キティちゃんかわいいです。すごいなこれ、ピンク色ですよ本当に。ハローキティ新幹線ということで、オーマイガッド、ハローキティやこんにちは。キティも500系新幹線もみんなの人気者です。出来たてのポップコーン。列車はゆっくりと新大阪駅を出発、これから2駅先、西明石駅を目指して走っていきます。キティもそうですね、最初。あ、違うかね。違うか、キティちゃんかね。終わりか、もう終わりか。あ、もう終わっちゃった。キティタイム終了、残念。新幹線となっておりました。それはちょっと言い過ぎですけども、このねピンク色の新幹線、いや一回は乗ってみたかったんですけどね、良かったですよ。乗ってみて中がね、やっぱり中はまあ飽きるって500系普通の500系なんですけど、ところどころでこうラッピングがなされていたり、音とかそういうところでね楽しみがありました。ハローキティガチ勢の方は、どうぞ乗られてみてはいかがでしょうか。ということで、今からですね、城崎温泉の方に向かいたいというふうに思ってまして、西明石からまた引き返してね、尼崎まで引き返して、そこから特急城崎号に乗って城崎温泉に行こうというふうに思います。はい、ということでですね、JR 東海道本線尼崎駅です。あ、
モーターの焦げ臭い匂いがとてもねいい匂いですね。ご飯が食べれそうです。223系2000番台新快速列車、これは安まで向かうということですが、はい、残念ながらここで降ります。はい、新幹線でね西明石まで行き、また折り返しですね。またアホみたいなルートですけども、いやね、関東ではねあんだけ大雨が降ってる中、このような快晴でね関西、ただ新幹線などではやはり影響が出ているというところでね、こう日本つながってるんだなと改めてね実感しております。で今からですね特急列車に乗り継ぎましてですね、城崎温泉駅まで向かおうというふうに思っております。はい、やってまいりました2パー7系、これはねコウノトリ号です。これはね昔北近畿としてね走っていましたけれども、あとモンジュとかねそういう時もありましたね。でもコウノトリということで2パー7系、こちらに乗りまして新大阪始発です。ここから福知山線を通ってね終点福知山まで僕が乗ることになります。で福知山で乗り換えまして今度はね城崎号、それで城崎温泉に向かうというね、またこれも特急三昧の今日は一日です。ということでね、僕もこのコウノトリ号にはね初めて乗るんですよ。あの2パー7系自体は乗ったことあるんですけど、ね、この大阪経由でね行くということはなく、やっぱり京都からも行けるんですね福知山っていうのは。だから僕は大阪経由で、まあ尼崎からですけど、コウノトリ号終点まで乗るっていうのはこれ初めての経験なんで、天気もいいですからね、まあ、ちょっと沿線のことも軽く見つつね、城崎温泉を目指したいというふうに思います。笹山口駅到着。はい、乗り換え間もなくですね、もう2分後の発車、今度は城崎、城崎温泉駅、はい、これに乗って終点のね城崎温泉まで向かいます。いやいやいや、ね、この奥に止まってる2パー7系からまたこの、ね、この2パー7系にね乗り換え、そしてこの奥の方にはね橋立号も止まっていましてね、こっちは京都に行くことができると。コウノトリっていうのは新大阪から福知山をね結んでいる、そういう列車になっております。いや、すいません、なんか外でねちょっと福知山着いたとか言ってなかったんですけど、残念ながらね福知山での滞在時間は15秒ということでね、すいません本当にね、今から城崎温泉に向かうよ。城崎温泉も僕行くの初めてですからね、とても楽しみ、特に温泉とつく駅ですから。あ、もうドアが閉まってしまいました。いや、一駅着く間もなくですね福知山駅を出発。ほんまに福知山マジで一瞬やったね、すいませんね。なんか皆さんね、ゲートボールにね勤しんでいます。ゲートボールね頑張れ。僕もね、いや将来の夢はねゲートボール世界一なんで、頑張ってください。にしてもこんな暑いのによくね、すごい僕でも外に出るみたいなのに、ゲートボールすごい健康でね、やっぱ福知山のこのおじいさんおばあさんの健康パワーというんですか、元気なねパワーをもらいました。お、あれはこの鳥か。あー、見えない。果たしてあれはコウノトリなんでしょうか。はい、こちら荏原駅、焼肉のタレかな、もしかしてそれは関係ないか。そろそろね到着です。城崎温泉にはね徒歩30歩で行ける温泉があるのでそこに行きたいと皆さんまずいです、雲行き怪しく、見てくださいね、何このなんか世紀末みたいな天気今から温泉行きたくてなんかルンルン気分なんですけど、大丈夫ですかこれね。ちょっとこれ天気崩れると困りますね。豊岡駅に到着。これはちょっとね、いやなんか、あー温泉だーという気持ちになってたんですけどね、なんか残念ですね、ちょっとね。まあでも、神からの恵みですからね、この雨というのはね。まあそれを受けつつ、にしてもちょっとひどいな。はい、ということでね、城崎温泉駅着きましたけどね、この城崎温泉駅前にはね、7つ温泉があるんですね、7つですよ。ということで、1つはね、駅から30歩で行けるところに温泉があるということで、じゃあそこにね、早速30歩歩いて行ってこようというふうに思いまーす。いやにしてもいい天気や。いやね、もう晴天ですね、本当にね。いやカラッカラに晴れてるね。こうかな。お、里の湯見えてきました。え、何これ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。は本日休場。え、
給油って。おい、ふざけんなよ。ということでね、はい、閉まっておりました。7つのうち1つは閉まっておりました。でも大丈夫、7つのうち1つが閉まってるだけなんですよね。何このね、腹立ちますね、こう城崎温泉。いや、心からの出迎えでね、雨もね、雨じゃないわ、良い天気と、それからお風呂もなんか知りませんけど、こう今日は休業ということで、毎週月曜日がね、定休日らしいです。いや、それは本当に仕方ないこと。そう、言い忘れてたけど、僕乗り換え時間25分なんですよ。で、25分の間にお風呂を済ませて、着替えも済ませて、で、もう一個多分あそこら辺にお風呂があるはず。なかったらもうね、まあこの水たまりででもね、まあ、水たまりに浸かるというのもありかもしれません。ないわ、ほもうふざけんな、お前、ふざけんな、お前、なんなんないちゃう、お前、ちょっと、切れそうだよ、本当に。すいません、演技はここまでにして、早く城崎温泉に。いや、まあ、城崎温泉っていうのは、要は正確には7個あるんですよね。だから、7つの湯という、これ有名らしいですよ。で、25分。で、僕はね、東京ステーションホテルとかね、まあ、高級ホテルでもらったアメニティがありますから、まあ、それをね、塗って、いい匂いになってね、ちょっと、まあ、もってもてのね、いい香りになってね、はい、熱っ。今から、鳥取方面に向かおうと思っております。とりあえず、お風呂、お風呂どこや、お風呂出せ、おら。次やんのよ。次僕風呂閉まってたら、僕水たまりで入浴します。おじいさんにね、声をかけましてね、僕温泉に入れたんですけど、って言ったら、ここからね、もうまっすぐ行ったところにあってね、地蔵湯って言うんだよ。近くに地蔵もあるよということでね、本当にご丁寧にね、教えてくださいました。なんて親切なんだ。こうゆっくりしていってくださいなんてね、いや、すごいなと思ってね、地元の方だったんですが、いや、本当に優しいね、おじいさんに出会いまして、お、見えてきた、地蔵湯。これはやってるっぽいね。すいません、皆さんね、申し訳ない、期待に添えず、すいません。さすがに水たまりで入浴は、僕もしたくありません。はい。では、入浴してきます。よいしょ、ふざけんな、ふざけんな、やばい。あと4分、あと4分、あと4分で電車出る。これ逃したらね、2時間変わるんですよ、2時間。やばいって、えぐいって、ちょっと待って、どうぞ。いや、見てください、頭ね、ホテルの高級、東京ステーションホテルでもらったアメニティでね、シャンプーをしたんですよ。めちゃめちゃいい匂いになりましたね。ちょっとおりしモテすぎて困るわ、みたいな。ちょっと僕すみません、鳥取でもうモテモテになっちゃうかもしれないです。それぐらいいい匂いです。ほら、こんな感じ。やばいぞ。じゃあ、いや、これ笑ってるけどかなりやばいから。じゃあ、いや、東京でね、一回こういうことあったんですよ。お風呂入った後ダッシュして、きつい、止まってるぞ。いや、これ絶対、防げんな。というわけで間に合いました。今からこれに乗って浜坂に向かいます。なんという景色だ。また晴れました。さっきの雨何やったんやね。ただの嫌がらせですよね。まあまあ、そんなことを忘れさせるぐらいのこの絶景。すごいな、絶景ですよ。すごい。すごい。アマルフェ鉄橋ですよ、皆さん。いや、これはすごいな。はい、ということで浜坂駅に到着。いや、またいい天気やね。なんだ、さっきの城崎温泉でね、僕が降り立った時だけ雨が降るもんですからね。何、嫌がらせですかね。はい、ということでね、福知山からね、ずーっとね、城崎温泉を通り浜坂まで今やってきたわけですが、はい、このようにね、もうすでに夕日もね、下ろうとしている中、今からですね、鳥取まで、またこれも A、山陰本線ですね。この A というのはね、山陰本線です。山陰本線、またこれも乗り継いできまして、終点の鳥取からは今日は乗り換えしまして因美線、それで今日の目的地は東津山に行こうというふうに思っております。ということで、あと2本ですね、この普通列車に乗って、それからスーパー白兎号にも乗ると、で、そこからまた普通に乗ってっていう感じでね、山陰本線、因美線を乗り継いでいくということになります。はい、ということで、この列車にも乗っていきましょう。
なんとか日もまだ食えずという感じですが、鳥取駅に到着。いや僕がね本当になかなか鳥取島根には行きませんからね。いやこの一歩というのはね、小さい一歩ですけれどもね大きい一歩のように感じます。鳥取駅はね高架線でね、はいこちらすごい鳥取市と書いております。いや本当すごい。今日はやっとねやっとなんかあのこうやってカメラ回して歩いててもね、特に暑いなとか思わずに、そうやっていられる環境、そういうね湿度温度です。鳥取駅、まあ、そもそもねあのまあ上の方っていうのもあるのかもしれないですね。ちょっと涼しいという感じです。で日も落ちましてね、いやもう夕暮れ時、何回目の夕暮れ時でしょうか。今日は9月の9日ちょうど30回目か、この旅が始まってから30回目の日の入りをね今こう目撃しまして、はい今からはね、はい、この鳥取駅よりスーパーハクト号を指定席に乗りましてですね、今度は地図まで行きます。地図から陰備線に乗って今日のゴールは東津山駅、まあ、もうちょっとですね。そんな感じです。こちらにはね、また珍しく蛇口がついております。これひねっていいかな。おーなるほどなるほどなるほど、水が出てね手も洗うことができると。いや果たしてこれはね今使う人がいるのかって話ですけど、まあせっかくだったら僕の汚いね足でも洗ってやりたいところですけどね。そんなことしたら本当にあの鳥取駅に迷惑ですので、そんなことはできませんね。じゃあちょっと、あなるほど、これ軟水。はい、ホームにね入線してまいりました。ホット7000型ね、スーパーハクトの愛称でね、走っておりますけれどもね、130キロで走る機動車ということでね、通称バケモンと呼ばれております。いやそれは嘘。いやバケモンって呼んでるのは僕だけなんですけど、だって考えられますか、機動車で130キロですよ。バケモンでしょ、すごいよ。外はこれぐらいねやかましいけど、果たして中はどうなのか、それからね車内設備どんな感じなのかっていうのも含めてちょっと見ていきましょう。それでは地図まで乗っていきます。主義のね典型例なんですね。金を払った者にだけね、いいサービスが届けられると。いやまあでもここではそういうこと、言い方良くないね。自由席でももちろんいいサービスですから、そういうこと言ったら失礼になります。はい、なるほど、これが土器なんですね。それからおっとちょ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 、それからあ、なるほど、のれんか、倉吉のかすりが使われていると。確かになかなか爽やかなデザインでね、まあ、平成9年に作られたということで1997年製造か、まあ、作られてから20年ぐらい経ってるとすごいですね。まあこのスーパーアクトもね置き換えがね発表されてますからね、皆さんも乗るなら今だと僕は思います。まあまだそんな急ぐことはないかな。ここからね地図急行線も出ております。いや快適でした。特に驚いたのは指定席にねコンセントがついておりました。サンダーバードでもねあのコンセントついてないのにね指定席ですよ。いやすごいなと思ってね、指定席でもコンセントつけるなんて太っ腹、地図急行すごいなと思いました。でもねこれですら置き換えが出てますから、新型はどうなるのか、これも本当に楽しみです。にしても地図駅、ノスタルジーあふれるね佇まいの駅で、僕は本当に、これね一目見た時からいいなこの駅舎と思ったわけなんですが、なんかねこちらにね見てください、蜂の巣があります。蜂の巣やこれ、これ、ね、これいつも疑問なんですけど、これは何なんですかね。もう蜂の巣にしか見えないんですけどね、ちっちゃい時はめっちゃ怖がっておりました、そういう記憶があります。これを見てね怖がっていた記憶があるんですが、なんか虫がすごいですね。いやこれ何なんでしょうかね、果たして。そうですね、なんかマルセロの頭みたいですね。すみません、わからない方はすみません。はい、ということでね、今日の最後の列車、いや可愛い列車がやってきました。1両編成です。1両編成って言ったらね、北海道でね、
キハ40とかね乗ったそういう覚えがあるけど、なんかそれが思い出されて非常に懐かしいですね。そういえば1両の車両ってあんまり最近乗ってなかったなと思うんですよね。久しぶりに、ね、今日は1両編成のねこちらキハ120、あ、これは紀新線とかにもね使われてる車両ですけど、今からね、まあ、この機動車に乗りまして因美線ね、行くことを今日は東津山まで行きます。もう津山って聞いたら皆さんね岡山の方ですよね。僕もそう思います。一応これ快速なんですね。はい、このように快速と書かれております。いや、この可愛いもんですよ、1両の快速ってね、なんか可愛いですね。はい、ということでそろそろなんか虫がいっぱい飛んでおりますのでね、なんか足ボコボコになったらね嫌ですんで、そろそろ車内に入ってね最後東津山まで向かいたいというふうに思います。新線とのね分岐駅、因美線東津山駅です。津山と書いてありますけどもね、それの一つお隣東津山という駅で、今日はね、ここがゴール。いやー長かったね今日は、だって朝京都駅を出てますから、京都からですよ、ずーっとね、上の方を通って鳥取も通って、今こうやってねここ今日のゴール地点東津山駅に到着。いやー、このキハ120もなかなか可愛いもんです前と後ろで行き先違うけど大丈夫か前と後ろで後ろ快速になってるけどどういうことでしょうかもうむちゃくちゃだよもうわかんねえこれ。はい、温泉も楽しんで、また新幹線も今日は乗り、ね、ローカル線、このような1両の、ね、ローカル線まで乗れたと、なかなか今日は充実したね。やっぱりもちろん毎日充実してるんですけど、今日は特別充実したようなね、そういう一日でした。それでもって今日は8時の、まあ、半8時半9時前ということで、はい、ちょっとだいぶお腹が空いておりますけれども、はい、そろそろこの動画もね終わりたいというふうに思っております。ということで今日は多分ちょっと長めの動画になってると思うんですけど、ご視聴ねここまでいただきまして本当にありがとうございました。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。